えとちょっと残念ながらあの英語でさせていただきたいんですけどっていうのはあすいません日本語と英語をちょっと混ぜてやらせていただきたいと思いますえっ、ー、とまああのこの テーマ自体が非常にあの面白いテーマだったのでまず自分自身をまあ教育するということであのこういう「What are the limits of design?」ということで建築の中でやはりデザインがどこまでデザインかっていうのは非常に今まで議論されたところだと思ってまして例えばゾーニングのニューヨークのゾーニングエンベロープはまご存知のとおりその光とか環境とかま経済性を の体現であって、まあ、そこにデザインという概念はもともとなかったわけです。で、さらにまバナキュラ建築をこうやって取り上げた本がたくさん出ていて、まあ、実際デザインはされてないけれども、このように美しくまインスピレーションのものをたくさん建築家はまその見てきたわけです。なので非常にデザインの概念というのはまあ元々曖昧であったと。で、さらにまあえ72年僕が生まれるちょうど1年前ですけど、えーえー、ルーブルでその What are the boundaries of design? What are the boundaries of problems? Is design a creation of a group? Very often. Is there a design ethic? There are always design constraints, and these often imply an ethic. Is it a method of general expression? No, it is a method of action. とということであの、まあ、デザインという概念は非常に広がりがちなんですけど広がりがちというのはやはりデザインがその問題を解決するものだと思われているからだと思います。なので問題が増増ええれば増えるほどデザインということで我々の OMA もその建築だけを司る部分と、まあ、建築以外のものをやる部分を抱えて今やっております。例えばヨーロピアン・ユニオンの旗をデザインしたり、まあ、それが実際使われたりしています。 でもまあこうやってそのデザインという概念がさっき南條さんがおっしゃったというように広がってくるとえまあ例えばフードの分野であるとかトラベル旅行の分野であるとかまあ先ほどおっしゃいましたけどビジネスが一番そのデザインシンキングというものを取り入れようとしてます。でそこから生まれてくるまあそのクリエイティブエコノミーというものがあると思うんですがこのようにクリエイティブエコノミーってその産業の中で一番こう伸びがえーえー強いえ産業でして。 実際、今630 billion ドルののアメリカの軍事費と同じぐらいのお金が今年間あのクリエイティブインダストリーで生まれてきていると。なのでまあこれはあの銃弾とまあペンですけどでそのクリエイティブインダストリーの中でもデザイン業界が60%を占めるということになっています。 なので、まあ、このようにデザインシンキングというものが使われだすと、えー、例えばスタンフォードのご存知の d スクールが生まれてきて、まあ、ビジネスとデザインを融合した教育が生まれたり、まあこのまあ、d, d スクールが生まれてそのポストイットの消費量が一気に増えたというあのあの、えー、情報があるんですが、まあ、このようにポストイットを使ってブレストするというスタイルがまあ確立されつつある。 でそうなってくるとまた都市の規模でも広がってくるとクリエイティブシティっていうのはもちろんそのクリエイティブっていうタイトルをユネスコからもらうわけですが現在6 2004年に作られて今69都市がクリエイティブシティと言われていますでこれちょっと見にくいですが2004年からこう増えてって今2014年は一気に28都市がクリエイティブシティに選ばれていますでこのこうカーブを見るとじゃあ例えば2025年にこれは予測ですがどうなるかと。 751都市がクリエイティブシティになるとそうなると、まあ、世界中がクリエイティブシティになってしまうと、まあ、これはあの僕は警的として鳴らしているわけでそのじゃあクリエイティブな都市がこうやって形外化したらどうなっていくんだろうという、まあ、危惧を持っているわけですでそうなってくると、まあ、そのデザインっていうのがみんなで、まあ、テクノロジーの進化もあるんですがみんなができるものになってくるとでこれはまあ本なんですが誰でもデザインできますと。 で実際 3D プリンターを使ってまあデザイン3、3次元の情報をシェアしてオープンソースでそれをプリントして使うというコミュニティがもがすでに生まれていますし、えー、例えばカニエ・ウェストのようにそのアーティストがまあ自分をクリエイティブディレクターとして何でもまあデザインしようというふうに、えー、変えそのまあデザイン振興というのがこう増えてきてい でも逆に今まで非常にデザインをやってきたフィリップ・スタルクであるとかはまあデザインがもう死んだと、あるいはまあ皮肉なことにアップルの,そのえジョニー・アイブとかもえそのデザインというものは逆にデザイナーとしてよ自分はデザイナーとして呼んでほしくないしデザインとあのその電話なんかをデザインとして思ってほしくないという発言もしています。 そうなってデザインという文化的なものを都市に売りつけるとそういうイメージを植え付けるということが職業になっている人たちがいてこのようにゲールロードとかそういう方たちはソフトパワーといってどうやって文化都市にしていくかっていうマニュアルを作り始めているわけです。そううなるととマニュアル化されて基本本的には日本語で言うと アメ的英語で言うとクッキーカッター的にこのような文化都市が量産されていくとそうすると世界中がが質化してしててままう恐れがあると,と思っていますで実際僕がそうなりつつあるなとう思う業界は、まあ、アートの業界でして、まあ、2000 1995年にビルバーオ・グッケンハイムができて、まあ、ビルバーオ・効果と言われたように、まあ、世界中の行政がこのようなアイコニックな建築を求めたわけです。 でもまあその経済が落ちるに従ってそういうことも苦しくなってきたとで僕の持論なんですがそのビルバオ効果にとって変わっている今行政が注目しているのはアートフェアですビエンナーレであるとかアートフェアでこれ実際あの僕コロンビア大学でリサーチしたんですが今世界中で約200のビエンナーレがありますででさらに2013年の9月なんかを見ると22のビエンナーレが同時に世界中で行われていると。 とということはそういう,こうまあ文化的なイベントであるとかアートのイベントもある意味形骸化していて再開をしづらくなってきている。なのでまあどこに行っても同じようなアートを見てどこに行っても同じような空間でアートを見ると。そうなってくるとまあ都市はどうなるんだろうと。これは僕ものまた持論なんですがこれは東京でまあ非常に大きな都市なので昔はその各エリアに独自のこうキャラクターがあったと。 それをまあ食卓に例えるとまあアラカルト形式のえまあディナーでたくさんの違ったディッシュがあってそれをシェアしながら食べるとまあしかし一応こういうことを言うのもなんですがこの建物のようにまあこのようなプログラムをある程度こう設立して大型商業開発をするような手法がまあ世界中で生まれてきたとでそうやってまあもちろんその六本木ヒルズが最初だったんですが同じようなものがどんどん生まれてくると。 そうなると、まあ、アラカルト形式のディナーというよりは、えー、もっと弁当箱のような、えー、状況が生まれてくると、まあ、ある程度パッケージ化されてその経験則もある程度予測できるような状況になってくるとなのであの都市の状況も、えー、そのアラカルト形式というよりはこのような、まあ、別に弁当が悪いわけではないんですが、まあ、弁当のような状況になると。なのでまあ、建築家として このようにプログラムがこうクッキーカッターのようにどんどん同じなのにまあその再化をしなきゃいけないってなってくるとまあ建築家として非常にあのチャレンジングなわけですまあこれは東京だけではなくて世界中で起きている現象だと思いますじゃあ例えばどういうことを我々がまあ建築家としてやるかとこれは今ロサンゼルスのサンタモニカでやっている商業開発え大型ミックスユーズの商業開発です これは商業オフィス住宅ホテルとありますロサンゼルスは気候がいいので一年中エアコーディショニングがほとんどいらないような都市なのでなるべくその外部と内部が連続性のあるものにしたいということでこのような階段状の建物で各プログラムが独自のプラザを持っているような建物をしています。 なのでまあこういう状況があった中で僕がまあその南條さんが言ったようにフードというものに興味を持ったのはえその三大要素人間の三大要素と呼われる衣食住の中でフードだけはえまあそのグローバル化からちょっと再化しているとまあ洋服と建築はどこにいてもまあ同じようになってきましたがフードだけはえユニバーサルであるんですが同時に、えー 非常に多様性を持ってさらにテロワール文化などそのローカルなものを非常に大事にするそれが共存できるものってすごいいいなと思ってそれもそういうことを建築家として学べないかなと思ったわけですで、まあ、もう一つその食というとちょっとまあ作ることと食べることって思われがちですがその間に非常に大きなプロセスがありまして非常に都市と大きな関わりを持っています。 で今現在フードベバレッジ産業は世界で一番大きな産業ですなのでまあ建築と都市というものをまあ食というレンズを通してもう一度見つめ直したいというものがこのハーバードでのスタジオのマンデートです今まで建築家はそ,のそれに非常に興味を持ってきているわけです例えばフランク・ロイド・ライトなんかもブロードエェイカーシティというマスタープランの中で 1>, 1個あたり4エーカーの農地を持つまあ都市を作ろうと提唱していたりします。で実際そういうことが今まあ都市と、えー、農地が非常に近くなってきているというのはやはり都市が拡大しているからでまあそういう状況が生まれてきています。例えばこれはスーパーファームといって、えー、シンガポールの国民全体を養うことのできる、えー、農地を持った都市を今中国に作るという計画が実際進んでいます。 なので、まあ、都市と農地をどう融合していくかというものが非常に問題になってくるわけです。これはまあ学生がそのプロジェクトに取り組んだもので、まあ、建物なんかがその日光の通り道なんかを計算してちゃんと食,食物その農地に影を落とさないようなものになっているとか、まあ、いろんな仕組みがあります。えっと その陸と海というので面白いのは2011年に初めて、えーえー、養殖された魚が、えー、牛の、えー、消費量より多くなったと、えー、養殖された魚の消費量がなのでこれは陸と海が反転している図ですが今まで農地というとどうしても、えー、陸というイメージがあったんですが今から海という領域も、えー、食の領域にどんどんなっていくと。 なのでこれはハイナンという、まあ、これはもっと、えー、原始的な感じですが、まあ、東京の丹下さんの,その東京米の、えー、計画のように実際海の上に住むとその農地とつながった、まあ、食とつながった、えー、都市というのが、えー、海の上に出てくる可能性があるんじゃないかと思ってますなのでこれは学生がやったプロジェクトですが、えー、メキシコ湾 ゴルフ・オブ・メキシコのところに、まあ、たくさんその BP なんかが残している、えー、石油リーグが、えー、もう使われていない石油リーグがたくさんあるんですが非常に高い、えー、深海まで届く柱がたくさんあってその柱の中にもうすでに生態系が生まれているというものを彼は見つけましてじゃあそこでま養,殖養殖をしましょうと。なのでその使われていない、えー、オイルリーグは壊すのも非常に費用がかかるのでそれを利用して。えー 垂直の、まあ、海に立つスカイスクレーパーのような養殖場を作ろうこれはこれもまた学生がやったものなんですがランドグラビングという新しいこう搾取土地搾取が現在問題になってまして、まあ、いろんな先進国がアフリカあたりの農地を買ってその自国のために農業をさせている でそその現地に落とす、まあ、お金であるとか文化がないということで非常に問題になっています。例えば今、韓国は、えー、マダガスカル島の半分以上の農地をすでに、えー、取得しています。なのでこの学生はその、まあえー、そのこのランドグラビングの、まあ、法律自体を変えようというのが彼のプロジェクトです。 これはあのいろんなその穀物のマッピングなんです穀物がどうやって今からこう取れるのが変わっていく取れる場所が変わっていくか気候の変動によってそれをまあ長い時間かけて学生がマッピングしたんですが端的に言うと将来的にこのように非常に限られた部分でしか農業が100%いい農地が生まれないということが分かってきています。 そうなると、まあ、これはカスケーリアという、まあえー、アメリカとカナダにまたがる、えー、地域ですが今まではその化石燃料であるとかそういう燃料なんかが原因で、まあ、紛争であるとか国のボーダーが決まってたわけですがこれからは食が足り,て足りてこなくなるとこのように食によって生まれてくる、まあ、ボーダーっていうのが生まれてくるだよ。これは実際そのカスケーリアで、えー、実際生まれているその独立運動。 実際独立運動が生ままれてきてきいます、まあ、なのでそういうエリアでじゃあ空港を作るる時に、まあ、空港っていうのは非常にその権威主義的な建物の象徴なのでまず空港と農地を合わせてデザインしたらどうかっていうのがこの学生のプロジェクトです。えー、さらににこのように、えー まあ産業の遺産というか負の遺産というかこのようにたくさん採掘採石場なんかが今世界中にたくさんあるわけですがまあこれを農地として使えないかっていうものもやってます。というのはこれだけこうドロップまあスカイスクレーパーぐらい落ちていくわけですが約6 0 0ルぐらい深さがあってそうなると非常に気候の変動であるとか気温の変 気温がどんどん下がっていったりして非常にこう面白い生態系が生まれてきていて実際そのエンジニアなんかとこれを利用した農地と都市を作れないかっていうことをえ検討したのがこのプロジェクトです。このように都市とえ農地がこう融合していくっていうのがまあ僕の予測なんですが。 現在今、今実際やっているハーバードのスタジオの中でそのアフリカのグレートウォール・イニシアティブといってそのサハラ砂漠が南下しているのでそれを止めようというプロジェクトがあります。実際、ゴビ砂漠で中国がその同じようなプロジェクトをやってまあ木とまあ建物をこうやって植えたりしたわけですがえそれだけをやってもまあ面白くないということでここは世界,中世界一そのカカオチョコレートの原産、えー がの輸出が一番多いところなんですがで実際チョコレートは今世界一食べられているキャンディーででも20年後はその気候の変動で一番その一番というか非常に高くなると言われていますまあじゃあなのでその砂漠化を防ぐまあ建物と壁とまあ農地っていうものを融合させてこのグレートウォールを作って実際その万里の長城のようにできないかというプロジェクトを今 やっています、えー、さらにハワイでは、えー、農地が足りないのでそこに、まあ、実際ハワイの島はこれぐらいなんですがそのエコノミックゾーンは非常に大きいんですねじゃあそこの海を使って農地をやりましょうで現在このように浮いている農地というテクノロジーが非常に発達してきていまして、まあ、それも可能になってきている なので、まあ、自給率が今10%ぐらいしかないハワイでもう少し農産物を作ろうという計画です。えー、モビリティとフードっていうのも非常に関係がありましてこれはマクドナルドの1号店なんですが、えー、車と非常に関連性があったわけです。今まではその車に乗って、まあ、ドライブスルーなんてうか建物にこう向かってたわけですが今状況が非常に変わってきていまして。 例えばアマゾンもともと本を配達する会社ウーバーもともと人を配達する会社両方とも今フレッシュフードとその食べ物を届けるサービスを始めています。ということは今までその食べ物のどこに自分が行ってたんですが食べ物がどんどん自分のとこに来るようになってくる。で実際今そのスタートアップ企業の中で非常に 多いのがその食べ物の,そのデリバリーであるか食べ物に関するスタートアップがこれだけ今生まれてきていてえ初めてニューヨークではフード X というそのい食べ物に特化したインキュベーターが生まれてきていますまあ彼らと共同で何かこう新しいサービスさらにそのまあ今え渋滞なんかが問題になっているマンハッタンでまあそういうものを解消しつつデリバリーができるシステムができないかということを検証しています。 これはそのフードトラックアメリカで非常はやってますがこのようにまあレストランが自分のところに来てくれると、まあ、そういうことになってきたらどんどんまあ都市の状況も変わっていくだろうとあとまあフードプランニングといってそのキャンティーンという,こうやって、まあ、食堂という概念はもともと非常にこう社会主義的な思想だったとは思うんですが今、一番最も資本主義的な会社によって利用されているというのは非常に皮肉だなと思っていまして。 まあそれを利用してじゃあ例えば新しいこう食,べ食,べ食と、えー、住むことと、えー、働くことが同時にできるシステムがないかということを考えています。えー、最後になりますけどそのキッチンというものは非常に面白い、えーたえー、住宅の中で多分一番進化している部分だと思うんですがもともとポンペイの時期なんかは、まあ、紀元前は非常にただの部屋だったんですが今はもうソーシャライズングの一番 中心にあるとでも中心に出てくるとどうなるかっていうとまあキッチンも使いたいけどキッチンとしてだけ使うのはもったいないのでこのようにまあ可動式のカウンターがあって普通閉めてる時はテーブルとして使えるけれども開いたらキッチンとして使えるようなものが今どんどん生まれてきてます。でさらにこれはちょっと変な例ですがあのエレクトロラックスというスウェーデンの会社ですがグローバルシェフという名のもとの新しい もの器具を、えー、発売ししようとてていてこれはこのようにホログラムでシェフか自分の家族のメンバーが料理を教えてくれるレシピを教えてくれるという、えー、器具らしいんですが実際それが歌い文句なんですけどその家族にも、えー、シェフにも見えないというその広告が面白いという。 で実際我々が今あのスタジオで試そうとしているのがこれが世界で初めてその食べ物全体いろんなものを混ぜてでき、えー、プリントできる 3D プリンターですで。これ実際手でやってるわけじゃなくてこれ 3D プリンターなんで、まあ、すごいまだ初め,初め初期の段階なんでこれだったら手でやった方がいいんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、まあ、そ,それでできたものがこうあってこれだ全然おいしそうじゃないですけどなので。 まあ我々が何かこう形なんかを手伝ってあげてもっと美味しく見せたり、もっといい色にしたりとまあそういう試みができないかと考えています。キッチンってこのようにまあ未来をこう予測するときに一番こうヤリに上げられてきたというか、こういう世界がまあ。 まあ来てほしいとは思わないんですが、まあ、来る可能性もあると思っています。えー、以上ですどうも